ご自身でカバーされた時は B メロとかは結構もう歌メロはほぼ無視されたようなことを弾いてるなグレンゲーのと。まずなんかあのそこまでみんな「グレンゲイ」っていうこと知ってるように弾いてあげて、はい、ちょっと自由に弾いた方がすかどうせ僕やるんだったらちょっとマーティ風にしようとしたんですから。はい 結構冒険的ないろんな糧の部分を、うん、入れたんですけどもうとにかく自分なりの解釈マーティだったらこの解釈になるっていう考え方ですね。でも A メロの歌をギターで再現されてるところとかはうん、うん、なんかリザの歌い回しとかもなんか再現されてるように聞こえてすごいなと思ったんですよね。いいや彼女のの歌い方が特に好きで、うん、結構僕はあの カバーソングいっぱいやってるんですけど僕の一番大きなチャレンジは人の,あの歌い方を自分なりに人間っぽく歌ってるように演奏します人間の歌い方っぽく目指してるでそれも,もう全く違う特技になりますだから人間の拳の揺らし方を 真似するとか、うん、あの人のパーソナリティ歌い方のパーソナリティをちょっと真似してギターで再現しようとしてるのでもしかしてグレンゲの B メロは難しかったかもしれない。あ<ー>だから A メロは まあなんとかできたで B メロは僕こ,これむずいかもしれないので、はい、じゃあ他の方向からアタックしようかなと思ってたんですね。でサビはもう絶対なんかある程度歌メロを守りたかったので、はい、それは自分なりに守ったんですけどこの曲の中に結構自由に遊んで遊ばせてもらいました。